と思う。指が気になるんですよ。パッてやったらなんかこうなってる指が。なんか切れた分パツパツになってる。まあ、寒かった今日。いつもに比べたらちょっとマシやけど、なんか最近の朝めっちゃ寒い。マシやけどな、今日はマシやったけど。毎朝同じ時間に行ってたらさ、毎朝すれ違う人がおるんやけどさ、今日はマスクつけてたから風邪ひいてる。かわいそう。ペンギンはまた風邪ひいてた。まあでも病院行ったんかな今回。なんとかは風邪ひかんっていうのにな。この前っていうかちょっと前、だいぶ前にさ初めて知ったんやけどさ、あのテスト勉強してる時初めて知ったんやけどさ、治外法権って領事裁判権のことなんやな。教科書領事裁判権やからさ、治外法権って聞いたことなかったさ。いつ出てくんねやろうと思ってたらもう出てた。治外法権って領事裁判権やったんや。だって領事裁判権で習うもん。治外法権カッコでちっちゃく書いてた、ワークの答えのとこに。これのことかって。なんでこんなチカチカすんねやろな画面。なんかバンされた時もこの画面になるからさ、チカチカするやつできれんねんけどなんかバンされてんのかされてないか分かれへんから、紛らわしいからやめてほしい。そういえばあれ、TikTok の若いうちにやっておいた方がいい髪型のやつさ、あれアスカさんのサブアカのやつでいいね来てた。びっくりした。
学校帰ってきてさ、通知見たらさ、山田明日香って感じさ、ひらがなの方やからサブアカやで。多分今日はいつもの喋る人がおらんのやろな、コメントも。だからいつも以上に挨拶しかない。なんかやっぱり何も返ってこへんかったら喋る意味があんまり。公認ではないんじゃ、いいねしてただけ。どう思ってるかは知らん。でなんか声出へん今日と思ったっけ。このチカチカそんなやめてほしい。切れんのか切れてないんか分からへんから。なんでチカチカすんやろこれ。みんな分からんよな、さすがに。ああそう、でもさ、あの動画さ、めっちゃ適当にさ、適当っていうかパッと考えたからさ、なんか言ってること意味分からんし。で1本目やからさ、あのパターンの動画だから、なんかちょっと気まずい。まださ、もう一個の方やったらさ、ただやりたいこと言ってるだけやからさ、なんでもいいねんけど。画面切れてる？なんなんやろな、じゃあバンされてんのかな。でもショールーム側から直々には言われへんからさ、しかもマネージャーさんも連絡してくれへんからさ、どうしましょう。あー確かに、そっから出てんのかな。確かに。え、あのシリーズなんか2本目出してから急に視聴数上がったくない？だってこの前までさ、1本目の方さ2万とかやったのにさ、でもうちょっとで 2.5 いくかなくらいやったけどさ、なんか一気に4万いったやん。なんか跳ね上がってない？多分あれ2本目のやつやんな。ハッシュタグで来てんのかな。しかも最近の動画全部1000超えてるし。全部じゃないか、急に上がってるよな。まあ視聴数だけないけどな。いいねはそのままか、もしくは減ってる。まあ変わらんしな、ずっと上げてる内容が。なんかおもろいないかな。引退しますって。あ、5分で終わった。私もアカウントがあったら見に行くんやけどな。引退とかやりたいな。え、でもその前に TikTok やりたいねんな。あれってなんでやったらあかんねやろ。てかやったらあかんって言われてないけど、やったら怒られるとかあんのかな。TikTok。あとレモン8もずっとやりたいって言ってんねんけど、いつになったら OK くれるんやろ。確認しますで一生終わってる。あれ早くやりたいんけどな。だってさ、レモン8と TikTok ってさ割と連携してるっていうかさ、
飛べるようになってたりとかさ、なんかアカウント貼れるし、だから早くやりたいけど、いや、やってるメンバー少ないから早くやりたい。これで他の人が先始めたらめっちゃ嫌じゃない？だいぶ前から言ってんねんけど。なんか今日の前髪めっちゃ硬いわ。なんかってめっちゃ固めたからやけどな。今日1時間目から国語やったからさ、絶対に崩さないようにと思って。まあコメントは別にどっちでもいいよ。まあ確かにコメントあった方が視聴率上がりそうっちゃ上がりそうやけど、やったことないから分からん。上がるんやったら公開にしたいけど、結局やってなんか良くないコメントばっかりでなんかめんどくさってなったら意味ないし。でそれでさ、検索とかのとこでさ良くないので調べるやん、あの初めましての人が。ってなったらなんか人減るんやったら意味ないしなんか今日声ガスガスじゃない？だからコメントはどっちでもいいねんな。今日これレイヤー出してみた初めて。なんか姫カットっぽくなったけど姫カットじゃない、レイヤーの一部分出してるだけなんですよ。しかも地味に左右長さ違うっていうね。頑張って合わせてるんですけど巻きで。あ、リサヒーもあかんの？え、何歳から16の代であかんのやろ？17からむずない？なんかこの光景見たことある。なんか喋りながら前髪こうやってやってるね。でその時もハーフツインやった。何の話してたんやろ前。なんか分からんけどこうやってやったのめっちゃ見覚えあった。なんかハーフツインの時この前髪の確率高いかも。じゃあね、前髪長いね。でも明日切るからさ前髪。あ、できるよな。やっぱりできるけどやってないやんな。だって私が聞いてたのはリサヒーの年からやで。でもコメントは迷うな。理想はめっちゃ治安良くてちゃんとしたコメントばっかりなんやったらみんな返したいけど、多分そういうわけにもいかんから、なんかこのコメント嫌やな返したくないなっていうやつに返せへんかったら、しかもそれが悪気ないんやとしたら、自覚なしの嫌なコメントやとしたら、なんで帰ってこないのってなるからそういうのがめんどくさいから、どうしようかなって。で別にコメントなんか開かんこともできるからさ、特に TikTok なんか毎日3本投稿してるし、から正味どっちでもいいんやけど、ただ結局検索でなんか変なんが出たら嫌やからめんどくさいし勝ち盛りこうさ、わからん、写真投稿しといて保存するわ。再投稿できない？再投稿はできるよ。え、できないの？できるように設定した気がした。え、できひんの？え、なんか自分で触られへんようになってるんかな、分からん。いや、そんなはずないで。 TikTok は私がやってるもん、唯一くらいやで。あ、ルームスともわめか。あ、でもルームスもアクティビティはやってないし。唯一やで。 B ステージどうなんやろな、管理、ね、B ステージ分かってないねんけど、どうしたらいいんやろ。そもそも B ステージってみんなどこまで知ってるん？いや、そもそもな、私が分かってないから何も言われへんねんけど、海外向けのあれなんやろ。みんなどこまで知ってるん？B ステージむずいねんな。
この前ログインするだけでめちゃめちゃ時間かかった。2日悩んで、で3日目なんかちょっと気になってチャレンジしてみたら5分でできた。なんで2日できひんかったんやろって。なんか最近黒島は話まとまってないねんな。どうしよう。最近っていうかなんか近頃なんか日をまたぐごとに日をまたぐほらやばない最近語彙力もそうなんやけどさ、なんかまともに喋られへんよな私。どうしよう。絵本読んでないから。絵本読んでるで。でも日を追うごとに、あ、そりゃ絶対そりゃほらね、知ってはいるんやけどな、急に出てこへんくなんねん。もうなんか私最近ずっとこれでさ、なんかやばいよな。分からん。しかもさ、なんか一周地回りしたら自分の教室わからんくなんねん。あれって迷子なる。で急に教室入ったら自分の席どこかわからんくなる。あれって、しかも5分に1回くらいでなる。給食当番で配膳し終わったらあれみたいな。プリント提出して戻ろうと思ったらあれって。やばいよな最近。しかもなんかライオン先生と喋っててさ、出張って言おうと思ったら出頭って言っちゃってさ、なんかライオン先生が急に警察に出頭しそうになった。あと何やったっけな。なんかやばいねんな最近。しかも人の名前すぐ忘れんねん最近。やばいよな。もうなんか脳の異常なんかなとか思ってきた。どうなんやろこれ。しかもなんかな、ちょっと前ももう始まっててんこれ。でもなんか最近めっちゃひどいねん。やばいよな。いや文章もやばいねん。どうしよう。なんかまともな文章書かれへんくなってきてさ、ろれつも回ってないし、なんかどうしようと思って。でも脳の異常な気がするっていうレベルでやばいね。もういや分からん。え、でも結構長期的に続いてんで、悪化していってるもんだって。でも本の問題じゃないと思う。だって本読んでる時から待ってたもん。頭痛？それは天候じゃない。まあするけど、頭痛はいろいろあるやん原因が。眼精疲労から来るのもあるし、普通に気候とか風邪とかもあるやろし。しびれはない。足は痛かったけど、あの痛みは多分普通に疲労な気がする。右半身が痛かった。右下半身、なんかライブ終わってすぐに左のふくらはぎが痛くなって、でも左は一回くるぶしにひび入ってるから、くるぶしじゃないか、まあ、足首ひび入ってるから、それで左のふくらはぎは痛くなりやすいから、普通にストレッチかなと思ってストレッチやってたら左は治って、急に右痛なって、逆にで右痛なったなと思ったら左の次太ももの裏が痛くなって、で左の太ももの裏が治ったかなと思ったら右が全部痛くなった。で今なんか治ったっぽい。うん、一瞬忘れても思い出す。昔のことは覚えてる。めっちゃ覚えてる。目はマシいかも。今日めっちゃ見える日やわ。全然見えへん日もある。あ、今日めっちゃ見える。今日めっちゃ見えるわ。やばいで。
会長待って、めっちゃ見える。もうこの状態で見えるもん。やば、めっちゃ見える今日。目はめっちゃ順調ですね。ほんまに日本語だけはどうにかしないとやばいで。だってもう日本語が無理になったら私何の言語も喋られへん。え、でもこういう時病院行っても何もないから絶対。第一何かを受診するかっていう。声は治ってきたね。一時的なもんやったらな。声はあってすぐ出へんくなるから。声ちっちゃいって言われんだけどさ、ちっちゃいのもそうなんだけどさ、気持ちの問題もあるし、あとすぐ喉がなんかもう喉もさ、何年か前からずっとなんか引っかかってんねんけどさ、これ何なのかな、なんかすぐ声出えへんくなんねん。気持ちが沈んでる時に出えへんのはまあそうなんやけどさ、なんでなんやろな。いや、寝起きで声出えへんのは普通やん。そういうのじゃなくてなんか出えへんくなんねん急に。ほんまにやめてほしいねん。出す気はあんねんで、出そうとは思ってんねんけど無理なんですよね。そう、寝起きはな、寝起きはみんな出えへんやろ。まあ、出る時もあるけどな、寝起きで。元気な寝起きは出るよ。別に寝起き悪い人じゃないからさ、すぐ起きるし。っていうか寝起き悪かったらあんな夢日記詳細まで書かれへんやろ。えぐいで、 なんか長さ。声帯ポリープ、わからん。何にせよ病院行かんからわからんで原因。でも今回いびきって気づいた。もう早言わなあかんわ親に。絶対早言わなあかんわ。え、ももかさんも、うん、記憶障害は嫌やな。記憶だけは、私めっちゃ記憶大事にする人。大事にする人じゃない、記憶なくなるの怖い人。夢に気つけてるよ、結構な長文な。昨日はくまさんちゃうわ、誰やったっけ、ペンギンが出てきた。やばい、ペンギンも忘れちゃったどうしよう、ずっとこんなんやねん。ペンギンが出てきて、じゃあね、夢日記は覚えてんねん。最近2日くらい、ここ2日くらいはなんか夢覚えてないけど、まあところどころは覚えてるし。多分夢日記ってなんか書かんくなったら記憶が抜きやすくなっちゃうから、なんか書き続けてたら全部覚えれんねん。だからなんか書いてない日が多くなってたから、たまたま覚えてないだけやと思うけど。くまさんが、あー、なんか草原で学校やったん、なんかめっちゃお腹痛くて、なんかめっちゃ苦手な子が左におって、でここにリス先生がおってん。で私めっちゃお腹痛くて、なんか授業中みたいな感じやったんやけど、でうずくまってて、なんか「え、何、お腹痛い？」みたいな言ってきたから、うん、大丈夫って言って外出て、外出たら草ちゃんがおって、お友達で、その子についてったら、なんか草原の横みたいなとこ歩いてて、でもうえぐいくらいのヤギがおるねん、大量の。で、あ、ヤギと思って近づいてったら、なんかめっちゃ追いかけてきて、で逃げた先にめっちゃなんかプードルがおってん。プードル、あのトイプードルじゃなくてただのプードル、スタンダードがおって、で3匹でめっちゃ噛んでくんねん。だからあかんでって言って、なんかこういう 棒みたいなやつで、あかんでってしつけ用の棒があって、
これでこうやってやってんねんけど、めっちゃ痛そうにするから、あーかわいそうってなって、でもやらな噛まれるからごめんねって思いながらしつけてた。その後何やったっけ、でももう一回学校行ったんだな。どんなんやったっけその後。個人的にさ、ロボット先生はほんまにロボット先生でいいん？あの適当にロボットみたいやからロボットって言ったけど、なんか最近ロボットじゃないで。なんかロボット先生はきっちりかっちりしてんのかと思ったら、確かにきっちりではあるけど、なんかちょっと変な人やった。忘れた缶バッジ。くそ、アンジュさんの缶バッジをあやみちゃんにもらったから、あの友達にお誕生日プレゼントにもらったこの缶バッジホルダー的なやつにつけてみようかと思ったのに忘れた。いやこれをさ友達にもらったからさ、だいぶ前の誕生日に、だからアンジュさんのキーホルダーちゃうわ、缶バッジをグッドスプーンでずっと当てたかったんけど、缶バッジは当たらんかったん。そこにつけたいで、学校つけていいって友達に見せたいけど、なかなかでかいからちょっと嫌かも。こういうの引っかかりそうじゃない？なんか学校やったら汚れそうやから嫌やねんな、こういうの。高校は決めてるけど念のため何も言わないですよ。あと説明めんどくさいから。ほんまにありがとう、あやみちゃん。返すわな、若菜さん。缶バッジはなかったんやけど。ちょうどのサイズ感じゃない？長いからさ、汚れそうやし。しかも私がこのカバンに缶バッジとかつけたことない人やからさ、一発目は怖いですね。ネットリテラシー急に。あ、今日その授業やったで。ペンギンになんかまた言われた。例えばの話してて、なんかペンギンは明日アメリカに行きますみたいなで、ね、一部の生徒、え、そうなん、ペンギンアメリカ行くみたいな感じでて、まあもちろん嘘なんやけど、でほんまはどこ行くねんの話があって、なこれってなんか全部言わな分かれへんねんけど、説明下手やから伝わらんねんけどさ、なんか結局明日ペンギンがどこに行くかの話を、ほんまの話をしたねんけど、その情報は結局誰と行くかとか、その場所は場所でもそのどこの地域に行くかとかまでは言われてないから、そのネットに上げる情報は結局なんか事実を伝えることもあるけど、事実を伝えないことでもあるみたいな感じやっての話やって、だからペンギンは誰と行くかとかどこの地域に行くかとか言ってないから、ペンギンの都合のいいように話してるよねみたいな話やって、なんかむずいな、その流れ、一連の流れ説明するの。生徒はペンギンって呼んでるの、うん、名前呼び、名字呼び捨てか名字プラス先生、私は名字プラス先生で呼んでる。まあ友達と喋るときはみんな名字だけやから、名字だけで呼ぶけど、え、むずいやろ、口頭で喋ったらもうこんなんばっかりやねん、どうしよう、流水で流すとかどうしよう、ほんまにやばいわ、ほんまにやばいわ、日本語喋られへんくなってきた。あ、そうそうそう、情報を選択してるよって。ほんでなんかこういう誤った情報をなんかすぐ SNS に載せれたからね君たちはみたいな、めっちゃ熱かけられた。さらわれたという衝動、衝撃の言葉を聞いた。先生さらわれたというネットリテラシー、もう
まあやったのはメディアに照らしたけど別にどっちでもいいけど、やばな流水で流す。この前さ、アスカさんのさ、なん切り抜きみたいなやつ切り抜きみたいなやつさ見てんけどさ、なんやったっけ、なんやったっけ、くそー、もうやばい、ほんまに記憶力が、どうしよう、もうすぐ私終わるのか、やばい。先生たちは自分のニックネーム知ってるの？うん、ペンギン先生とかフルフル先生とか言ったら自分のことやなってちゃんと分かってる。一応だって絵描いた人みんな見せてるもん、これ先生ですよって。みんな喜んでる。流水で流すはギリ OK。 何やったっけな、何々を感じる、うわ何やったっけ、うわ結構みんな言ってるやつ、何やったっけ、あれはギリ重複か重複じゃないか問題、何やったっけ、何々を感じる、そう思い出したい、何々を感じる、ハーフツインやろ、今日めっちゃさ成功したね、やばない、やばくはないか、めっちゃ綺麗じゃない今日のハーフツイン、ゴキブリって言われた、ゴキブリにしてんねん私は、このちょっとゴキブリっぽいピョコンってしてんのが可愛いね、うまくない今日のハーフツイン、しかもレイヤー入れてるからなんかめっちゃ巻いたら可愛いんですよ。何やったっけ、何々を感じる、うわ切り抜きもう一回見たら分かんねん、うわ何やったっけ、何々を感じる、何やったっけ、うん悔しい、あかんわ、もうあかんわ、でも結構みんな言ってんねん何々を感じるって、あかんわ、うわ悔しい、ショールームありがとうございました投稿に思い出したら書いとくわ、そう悔しすぎる、私ここ重い方がいい、もしかして、いや何々感を感じる、あ距離感を感じる、確かにそれもちょっとそういう系、距離感を感じるみたいな感じ、感じばっかり、距離感を感じる、惜しい惜しいけど違うわ、何やったっけな、そう見返そうかな、多分私再投稿してんそれ、何やったっけ、いや焦燥感じゃない、季節感じゃないだっけ、なんか2文字やった気がする、あの感を含めて2文字やった気がする、いやわからん、嘘かも、やばい思い出したい、あそういえば TikTok のフォロワー数があと1人で1900人になるからやっといて、もう絵日記に書いちゃってん1900人行きましたって昨日の夜だから、や頑張って、あの1人、あと1人記念すべき100、え1900人目、やばいねんな、魅力じゃない最後感やってん、なんだっけ、なんだろう感じる、えほんまに今確認してきたい、そうお願いお願い、思い出して思い出して、割とみんな言うねん、もう先生らでも言ってる多分、既視感じゃない、うん違う、感じる以外の言い方が、覚える、何たら感を覚えるとかに言い換えれる、感じる以外やったら何々を覚、違和感、しゃ違和感、しゃー嬉しいから香水振っとこう嬉しすぎる、やばい、めっちゃ変なとこにかけちゃった、めっちゃやばい、嬉しすぎる、どうしよう、今月で一番嬉しいかも、いや今月でしかも違うわ、えやばい、違和感や、きたー、きたわ、めっちゃ顎にかけちゃった服にかけようと思ったら、えめっちゃ嬉しい、
やばい、めっちゃ嬉しい。違和感を感じるやん。え、覚えるで、よし、覚えるで思い出した。嬉しい、違和感を感じる。調べたら重複なんですけど、調べたら重複だったんですけど、多分アスカさんでも言ってるくらいやし、先生らもみんな言ってるから、多分それでもいけんのちゃん。え、めっちゃ嬉しいねんけど、どうしよう。やばい、めっちゃ嬉しい。違和感を感じるや、それや、嬉しすぎる。めっちゃ嬉しい。違和感を覚えるやねん。あ、嬉しい。でも嬉しすぎて何の話してたか忘れた。何の流れでこうなったんだっけ。え、めっちゃ嬉しい。え、でも若干歯にもかかってないかな。まあいいか、桜の匂いし。ペンギンが最近ずっと桜の匂いのファブリーズを、あ、これめっちゃ商品名、消臭剤をなんか持ってんねんけど、なんかあるたびにファブリーズ、あ、消臭剤をなんか巻いてる。ああ嬉しい。どうしよう、めっちゃ嬉しい。やばいわ、違和感や。嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しい。思い出した。ああ確かに、消臭剤はなんで出てきたんやろ。ほんまに喋られへんのやばいよな。英語も無理やのにさ、何語が喋れるっていうん、他に。ちょっと文系にせよ理系にしよう、しよう。国語はいるやん絶対。違和感 T シャツ、じゃあまたなんかあの無記名でさ、T シャツ作るやつあったら違和感 T シャツにするわ。無記名やか、言ったらあかんかそれ。学校のさ、卒アルのさ、写真の時さ、メイクしたらあかんからさ、困ってる。どうしましょう。ほらな、なんかもう伝える気ないやんって喋り方するくない？最近どうしよう、まともな日本語喋ってないから喋られへんくなったんかな。今のはかまんかったな。やばいよな。でもハーフツインにしようとは思ってんねん、気に入ってるから。なんか多分私の顔的にはここら辺でなんかアレンジするのが似合うと思うんですよ。固定ヘアもここ編み込みで、で癖出ちゃったからストレートに戻して、でその前の頭の形が良ければ私の固定ヘアはハーフツインだったんですよ。ただなんか癖とか頭の形とか見て、ん？なんかハーフツイン？ん？ってなって変わりました。でも今はもう習得した、私はこの位置がいいんですよ、ハーフツインは。うん、メイクしてる子もおんねんな、めっちゃ嫌。やってない民からしたら嫌。明らかしてるっていう人、まあ、先生らも優しいから見逃す。ほら見逃してんねんけどさ、いや絶対あの子ノーズ入ってるやんみたいな、涙くるめっちゃ描いてるやんって。眉毛描いてる子はまあギリ、まあいいよ、眉毛やし、眉毛だけやったらって思うけど。うん、髪型は自由ですね。くくらなあかんとかの話もなんか先生らから聞いたけど、結局なんかくくる意味がないから、だって別に運動するわけでもないし集会とかでもないから、くくらんでいいって言われたからこうしていきますよ。ハーフツインよくない？そんなことない？今日のハーフツインめっちゃ気に入ってんねんけど。ほらもうベストポジション、めっちゃ気に入ってる。なんなら TikTok 撮ろうかレベルで気に入ってる。でも触覚もちょっと迷ってんねん、これありかなしか。なしでもいいかなって思ってたんやけど、
今日やったら別に変でもないなとも思って、でもこれ多分パッツンやったらまた印象変わんねん。でもパッツンやったらこっちの方がいい気がするねん。で結局パッツンになりそうやから、いやでも前髪伸ばすかな、分からん、この長さ分からんもう分からん、えどっちの方がいいんやろ。巻きは無理ですね、高速が、高速は守るんで、もう最後の最後にそんなしょうもないことしたくないわ。流しとパッツンどっち派ですか。お母さんはずっとパッツン派、メイクしてる時は流しもなんかいいって言うねんけど、基本パッツン派なんですよ。でも流しの方が固めやすいんですよね、あのもう裏からこうやってこうやってできるから。昨日のアジさんの髪型見たよ、ツインやろ、かわいいな。何ヘア何風やったっけ、なんか海外カタカナが並んでた、あれ何やったっけ、ここら辺になんか濃いアイシャドウ入ってた、かわいいかわいい。ツインな、外し巻きやろ、ミックスのめっちゃ覚えてるよな、かわいい。前髪いつものこれでな、いつものあれどうやってやってんのやろ。いつもなやろうと思うねんで、やろうと思うねんけど、あのアンジュさんの一束のやつがさ、私がやったらなんかめっちゃオイルつけすぎた人みたいになるからさ、どうしようと思って。大人っぽく見える、どっちなんでしょうね。結局メイクできひんからさ、なんかどっちの方がいいんか分からなくて、メイクしてたらほんまに服とかによるねんけど、髪型とか別にどっちでもいいかなって感じじゃない。どっち派？でも結局あの短いさ流しやったらパッツンの方がいいと思うけど、この長さやったら微妙やねん、どっちやろうってパッツン、やっぱりパッツンかなどうせ前髪切るねんからやっぱりパッツンかな。しかも卒アルはもう絶対出るでって言われたから、マネージャーさんにもほんまに入りたての時に、絶対卒アルはなんかで出るからって言われたから、そう出るもんだと思ってメイクできんからね。でもやってる子おるのずるいよな、だって結局隣に並んだらみんなメイクしてないっていう体で進んでいくろ。してないよ私は。メイクは学校してたことないで、あの仕事の日以外。なんかこの後早退でラジオ行くけど、でもラジオ行くまでギリまで学校に降りたいからって言って終わってから行った時はあったけど、あの感染して、でもまあそれは担任の先生が OK って言ってたからいいでしょ。髪の毛は知らんと巻いてってたけどな、友達に言われて初めて気づいた、そうなんて見たことなかった。1年のいつか覚えてないけど真ん中くらい。いやうちの学校割と寛大やで、なんでも。だってクマさんなんかさ、生徒指導のくせにさ直す気ないからな、あれ。だからちょっとメイク変えたって言われてさ、え何日常のメイクってことと思って、まあうんまあ変えてはいますよいつもって、ちょっとずつあのプライベートでメイクするときは基本なんか何がいいかわからんからちょっとずつ変えてたねその時は。だから変えてますけどって言ったら、あそうやな今日なんかちょっと目元が違う気がしたって言われたけど、学校にはしていってないからなんか勘違いされてた。
向にはしていってないんですよ。でもその時たまたま私松葉したとこだったんですよ。だから多分松葉したてやったから目が大きく見えたんかな。メイクしてると勘違いされてたけど、学校にはしていってないですよ。っていうかしてたとしたら注意しなあかんくない？落とせって言わなあかんのにさ、なんでそんな変えたんですか程度の雑談にしようとしてるん。捨てちゃうくない？で違うって怒るべき先に。ペンギンは何も言われたことないな。そもそもやってないからけど。いや、クマさん全然気づかんタイプやで。髪型なんかその日やってたのも覚えてないもん。今日ハーフアップ、じゃあ昨日ハーフアップやってたんですけど、ポニーテールのハーフアップどっちの方がいいと思いますかって聞いたら、なんか昨日ハーフアップやったって言ってたから、全然見てない。全く見てない。覚えてないもん。そのくせあのスカートがちょっと折れてるとかなったらすぐ気づく。ほんまにそこ見てんのってとこだけ見てる。もうその日は目を見てたんでしょうね。っていうかいつもここしか見てないね。ほんまにここしか見てない。マスクもつけてるからさ、ほんまにここしか見てないね。あの人もうここも見えてないから。それやのにスカートはなんで見えてんのって話。やばいよなほんまに。いや目しか見てないあの人。ペンギンは逆に目見てくれへん。見るときは見るけど、私がソラさんから最近ソラすわ。なんか今日可愛くないわって時はめっちゃそらしちゃうわ。無理、見てられへん。友達、あ、今日じゃないか、昨日お友達が前髪切ってて、切ったって言ったら当たってた。嬉しいよね、そういうの。すぐ気づくけど、気づかん時はほんまに気づかん。なんでなんやろな。でも大体気づくよ。なんかでも気づいてても言われへんねん。なんか間違えてたら気まずいなーって。でもその子はめっちゃ仲いいから、間違っててもまあ別にいけるかって感じの子やったから、切ったって言ったら合ってた。あ、確かに目を見てるだけでピントが合ってない。怖っ。全然違うとこ見えてるってこと。え、ほら今日のハーフツインめっちゃ良くない？いった。なんか今日クマさん喋ってんけどさ、なんかめっちゃ湿気で髪の毛もわもわやったで。なんかプードルみたいやった。いいように言ったな。なんか三角チョコパイの話で1時間まるまる使い切った授業があったねん、クマさんの2年生の時に。でその授業の最後に、来年チョコパイ出たらこの食べ方するから教えてって言われたから、ちゃんと今日言いに行ったら、なんかあ、やったって言われた。もう食べたんやって。しかも全種類食べてた。早すぎ。もう全部食べてた。早すぎやろ。やばない、もういつ出たんか知らんけどさ、三角チョコパイもう食べてんの。早くない？TikTok 撮った方がいい。でもメイクしてないからさ。え、ちなみにこれはありかなしか賞味変わらんやろうけど、でもなんかここの埋まり具合が私はある方がいいけど、
もちょっとこの姫カットっぽいのは似合ってないかもしれないとも思いつつえ、なんかここも増やそうか迷ってんねんけどさ、どう思う？太い方がいいか細い方がいいか、ここ、ここがあり、増やそうかなと思って、前髪も増やそうかなと思ったんやけど、どう思います？ちょっと重い方がいいかなって。でもさ、もうすぐ写真撮るからさ、その卒アルのだからめっちゃ重くしてさ、なんかえダサってなったらちょっと修正すんのな、ちょっとあれやからどうしようかなと思って。姫カット、姫カットはだって似合わん顔の形してるくない？ここの姫は絶対似合わんねん、このここの高さの姫は絶対似合わんけど、ワンチャンこれやったらギリと思ったんやけど、私はこのこう、こうつながってこう S 字につながるやつが好き。好きなのは好きなんやけど、見る分には自分に合うか分からんっていう。昔前髪全然重くない、なんならない時やったし、変わってないと思う多分前髪の量。カットな、顔の形に合わんと思うねんな。可愛いとは思うんやで、むずない多分どのアレンジしても姫見えて可愛いと思うけど、私ここがでかいね、あんまり顔でかいみんやから。でもここの筋肉がすごいんでしょうね、細い方がいい。そうね、どっちもおるねんな。身長伸びてたな。え、ああいうので見たらさ伸びてんねんけどさ身長。でも前測った時変わってなかったん。え、絶対測り間違えてるよな。そうね、噛む筋肉多分すごいねんな。なんかもうちょっと前までなんか頑張ってたけど、もう最近あかんわ全然。どうしよう、増やそうかな、まあ、美容室で言ったらいいか迷ってるんですけど。って難しいよね。でもさ、いつも前髪伸びた時にさ、このここのこのこれこれがさ伸びてさ、このくらいの長さになってた時もあったけどさ、あれあんま似合ってなくない？クリスマスなライブくらいクリスマスライブくらい、あの渚さんとかの卒コンあたりのここら辺まである触覚、あれあんま似合ってなくない？あれやったらこう、これの方がいいと思う。でもこれプラスこれやったらまた変わってくると思うね。むずない、これが外羽かこれかにもよると思うけど、今日はなんか一発目やからうちでいいかと思って、しかもこれもあるし、まあこうやっても可愛いと思うけどな。この S 愛花さんとかがようやってるやつ、あれも可愛いと思うけど、まああんまりここは巻きすぎたらなんか巻いてる感出るから、しかも後ろストレートやし。そうやね、みんなに聞いても多分みんな可愛いって言うやん多分だってもう推しやったら何してても可愛いやろ。アンジュさんなんか何してても可愛いもん。なんなら裸でバネズミのコスプレとかしても可愛い、ね、絶対可愛いで、もう何しても可愛い、なんなら坊主にしても可愛いと思う。見てないから分からんけど、分かんで気持ちは。
そういえば学級記あれに飾ろうかな。博覧会。博覧会が出てこなかった。下書きと本物と並べたいけど、本物はまだ飾ってるから。わかんない。ほんま？髪の毛巻いたらあかんの？ていうかそもそもなんで禁止なんかようわからんけどな。だってどうせ社会に出たらやらなあかんの。でそんな校則作ったらそれをわざわざ破ってきてなんかめんどくさいことするやつがいっぱいおるって分かってんのになんでやるんやろなって。まあ別にいいけどな。学校に巻いていく必要もなければ、メイクしていく必要もないし、まあマスクしてるからさ私、だから別にどっちでもいいんですけど、まあメイクできるんやったらマスク外すかもしやんな。給食あるから微妙やけど。うん、先生らもあんま分かってない。とりあえず上に言われるからしゃあないって感じ。テストの字を丁寧に書けとかもそう、別にどうでもいいって思ってるけど、みんな直さなあかんからちゃんと書いてる。給食美味しいよ、めんどくさいけど食べんの。会食苦手な人やからさ、しかも今の席前の方やからさ、あの先生らと目が合って気まずい。前から2番目やねん。で先生らこっち向いて食べんねん。でみんなこう向いてるから、前の子がしかもめっちゃ喋って後ろ向くねんか。あのここ私の隣にめっちゃその私の前の子と仲いい子がおって、なんかずっと喋ってんの授業中も。からその子が爆笑してなんか机の上にこうやってやったら先生らと目が合うっていう。あー気まずい気まずい気まずいってなって、これで食べてんねんけどさ食べられへん。いや先生らも別に読めるからさ汚くてもいいねんけど、なんか綺麗に書かなあかんからって言って綺麗に書いてる。一応先生の立場としては言わなあかんからって言ってた。フルフル先生は賞味どうでもいいけどなって。もう授業中はお願いやから喋らんとってほしい。あと笑ってるだけとか一番注意しにくいし、ちょっとやめていただきたい。もう断るたびにずっとって願いやから授業中は静かにしてって。社会に出てそれはそうやで、ほんまに字は綺麗な方がいいけど、もう気力の問題でもあると思うね。私一時期めっちゃ頑張ってたけどさ、もうあかんもん。まあ速さを追求したらあかんわな。あるよ後ろの方の席。でも私は国語の時前の方がいいから前の方がいい。今めっちゃ前の真ん中らへんやねんか。真ん中の列の一個左とかから嬉しいねんけど。給食の時だけはもういっちゃん後ろのいっちゃん端っこ行きたい。そういう時端っこの列めっちゃ楽やねん、こっち向いて食べればいいから。真ん中の列とかめっちゃ嫌じゃない。だって全方位おるんやもん。もう終わりやで、この世の終わりや。もうどこ向いてもおる。あかん。もう先生らもみんなと同じ向き向いて食べたらいい話やけど、一番楽。でもわかんない、なんかちょっと今日目隠れてない。ストロー今ないで、なんかプラスチック削減みたいな。でも咀嚼せえへんかったらお腹いっぱいになれへんくない？いやなるけどさ、なんか脳が
なんていうの、なんか食べたって感じしやんくない？だからお腹空きやすいからちゃんと噛んだ方がいいとか言うやん。だからまあ別にどっちでもいいけどな、お腹空いても別に何でも。あ、お手洗いでな、食べてるやつあったよな。あの時のアンジュさんの長さも好きやわ。前髪なくて可愛い、あれめっちゃ可愛い。あの色のあの長さの感じもめっちゃ可愛い。何言おうと思ったっけ。うん、だから噛んだ方がいいよねって。今日ちょっと前髪隠れ気味やから若いうちシリーズ撮ろうかな。でもメイクしてないねんな。なんでこんなメイクしてない日に限って撮りたくなるんやろ。わざと隠したいな、これ隠れへんかな。ただ前髪分けてる人になっちゃう。隠れへんかな。もっとなんか大げさに隠れてんねんな。昨日の配信でこうやってやってたけどな。たまたま夜一瞬だけ見たけど、なんか猫のコスプレしてたわ。猫耳つけて、TikTok 流れてきたんやけどさ、なんかガチガチのピエロみたいなのやってさ、 TikTok なんかこの状態で喋ってるやつあったけど、あれどうした、何が起きたんやろ。おとなしいなと思ったら全部固定されてた。あれ何があったんやろ。アスカさんってマネージャーさんとかおるんかな。おらんか。どうやって撮ってんのやろ。てかグッズどうやって作ってんのやろ。もう11月やからまたルームスしなあかんな。カジュパもしなあかんな。最近どこに行こうとしてる。多分憶測やけど、あの普通に私みたいになんかずっと同じような内容を投稿してたらどんどん視聴率下がっていくから、あの人は多分収益とかも得てると思うから、なんか逃げへんようにいろいろやってんちゃう。なんでめっちゃ変ななんかエフェクトとかつけながら、あのサイとかに追いかけられてるエフェクトつけたりとか、なんか動画の最後に規制上げたりとか、なんかうん、すごい方向に行ってるよな。おもろいからいいけど収益してないよ私は。なんか多分あかんのかな。いやし、そもそもじゃあ TikTok は私のアカウントとか、まあ多分ダメなはずですよ。でそもそも1万人以上じゃなかったっけ、人数フォロワー数がとかやった気がする。覚えてないけど、なんで昨日もさ、お茶っていうん、なんかギフトが飛んできてめっちゃ喜んでたもん。なんて言ってたっけ、なんか分からんけどお茶投げられてめっちゃ喜んでた。あーお金で喜んではるわーって。他に見てる人、あかん、ほんまに名前も出されへん。違うねん、その人のことを見てないわけじゃなくて、ほんまに最近名前が出てこへんねん、失礼やでな。しずくさん、なんかしずくちゃんって書いてたか、しずくだけやったか覚えてないけど、しずくさん、あお茶爆、それそれそれ
で配信中に収益のとこ見ておおってなんだ私な。絶対それ今やるべきじゃない。あ、そうね、なんか帰国子女の方、どこの国やったっけ覚えてないけど、の人がめっちゃ可愛いくて見てる。他は別になんかこの人って見てる人はないかも。一時期世界一のユッケさんは YouTube は見てたけども、 YouTube はなんか開くのめんどくさくてあんま見てない。最近 TikTok たまに流れてくるけど、私は YouTube のテンポの方が好き。ユッケさんはあの人もめっちゃ綺麗よな。なんかペンギンかあれ見てんのなんかちょっと嫌なんやけど、嫌っていうかなんかちょっとおかんが、あんな綺麗な人の YouTube 見てんねんで。いや話が好きなんやと思うけどさ、なんか語彙力がとか言ってたから分かんで。いや確かに文章すごいけど、すごいと思うけど、顔もやん、絶対絶対顔もやん、あんな綺麗なんやから絶対顔もやんか。結局顔、え知らん、ああいう人がいいんかな。ちょっと寒気が、たぬき顔が好きなんですね。可愛いよな垂れ目。私釣り目やからさ、釣り目か普通かくらいやん。この目垂れ目ではないやん絶対。だからアイラインめっちゃ垂れててんけど、なんか垂れてない方が可愛いよって言われたから垂れさせんようにしてる最近。なんか釣り目やから釣り目のアイラインの方がいいよって言われんねんけどさ、私は釣り目が好きじゃないんですよ。釣り目好きじゃないんですよ。でもフルフル先生がさ、なんか俺の目はめっちゃ綺麗みたいなことをずっと言ってんだけど、なんかパッチリ二重のキルキルのまつげも長いしみたいな。でなんか目尻はキリッと跳ね上げみたいなで言っててさ、その言い方やったら跳ね上げが綺麗みたいな言い方やったからさ、ああ跳ね上げがいいと思う人もおるんやみたいな。いやおるんやろうけどさ、私は垂れ目が好きなんですよ。ほんまにたぬき顔って感じが好き。今立て膝してないで、それ食事の時じゃない。ジュッキーにたぬき顔、たぬき顔のジュッキー、ジュッキーむずない？それ顔当てゲーム。あの子は、メルミミの子は垂れ目じゃない？分からん、もう分からん。キツネが好き、逆やな。私は垂れ目のまん丸が好きなんですよ。可愛いやん丸いの、可愛い顔が好きなんですよ。どっちかって言うとなんか可愛い系じゃないやんこの顔。好きじゃない。丸くてなんか可愛いのが好き。だから垂れさせてたんですけどね。そう、ゆきのちゃん可愛いよな、丸いタイプ。若菜さん切れ長じゃない？タレか羽かは知らんけど切れ長やでな。いやもうあそこまで綺麗やったらさ、別にもうタレでも丸くても釣ってても何でもいいやん、綺麗ないから。結局確かに自分の顔好きな人なかなかいない。確かに、まあ刺さる人には刺さるよね。そもそも顔じゃない人もいるよね。まあでも
入りは顔やろうけどな。たぬき顔やからペンギン惜しいわ。ゆきのちゃん、うわ最悪。うちのゆきの最悪、絶対あげへんで、無理。え、でもペンギン、あの60人くらいおる中から誰の顔が一番好きって言ったら誰選ぶんやろな。面白そう。多分クマさんやったら優しいから黒島って言うと思うんだけど、どうやろな。でライオン先生やったら多分みんな可愛いって言うと思うね。あの人はもうなんか女性はみんな可愛いみたいなタイプやから。フルフル先生はどうやろな、普通に好みありそう。あの人もともとアイドル好きやから、まあ、坂道系やけどな。でお話し会とかも行ってたからなんか知ってるらしい。ミカナさん、うわめっちゃ顔やん、めっちゃ顔やん。しかも超整ってるのがいいの。はあ。これででもミュウさんとか言ってもちょっと嫌かも。めっちゃ可愛いからさ、もうめっちゃ可愛いタイプやん。だからって誰を選んだらいいとか言うわけでもないけど、ペンギン誰選ぶんやろな。顔、性格とか含めたらまた違いそう。でも語彙力あるからワカポンさんとか言いそう。ちゃんと中身も考えたら。桜田さん、桜田さん苦手そう、性格が。いやでもどうやろな、桜田さんとペンギンがあったら。いやでもあの人も猫かぶったら別に社交的なんにも合わせれると思うから。どうやろな桜田さん。待って、でもまず待って、横に並んだら顔のサイズが気になるかも。桜田さんえぐいちっちゃいし、ペンギンはペンギンででかいから、横に並んだらなんか合成みたいになりそう。分からんな、うん、充電がね。遠近法無視してるから、あれなんか顔のサイズすごいことないそう。だって生徒と並んだだけでなんかもうすごいんやから。え、お父さんは大阪マラソン一緒にっていうか、アンジュさんの後ろついて走って、アンジュさんが可愛かったって言ってた。もともと若菜さんの顔好きって言ってた、若にゃんさんの方。にゃんの方の若菜さんの顔が最初は可愛いって言ってた。ペンギンどの顔がいいんやろな。でもなんか何もわからんわ、聞いたことないから。なんかずれてんな真ん中。終わるか。気が向いたら TikTok 撮るわ。めっちゃ髪の毛伸びたくない？もうそろそろみんな TikTok 飽きてるよな。なんかやらなあかんやな。え、最悪。え、ペンギンがアーミタンとか京香ちゃん、うわ最悪。え、もう終わりなんやけど、教員向いてないやろ。向いてないにも程があるやろ。え、もうそこは絶対無理。え、ありえへんねんけど。髪の毛めっちゃ伸ばす。ここら辺までは行きたいけど、もう飽きたら切る。確かに似てる、系統似てるとは言われるけど、似てるとは思ってない。
最悪。しかもなんかもうアミタンとかキョウカちゃんとかしたらもうほんまに終わりなんやけど、どうしよう。ああいうのが好きってこと？きしょ、ほんまに首やで、飛んでもらって。まあ何もまだ言ってないけどな、一番あかんで。わあ、そういう系嫌かもしれんな。結構嫌かも、結構嫌かも。わあ、ああいうのめっちゃ嫌かも。わあ、めっちゃ嫌かも。わあ、聞きたいなこれ。でも絶対答えへんやろな。めっちゃ聞きたいわ。でもこういうので逆にめっちゃ大人っぽい顔の人選んでたら、あーってなるわ。確かに、なんか一番大人っぽい人選んでたら、うーんってなる。ただただふーんってなるけど、めっちゃ顔整ってる系、もう顔がめちゃめちゃ売りみたいなタイプの人と、めっちゃ子供とか選ばれたらちょっとあーってなる。聞きたいなこれ。フーフル先生とかやったらギリ答えてくれそうじゃない？なんかパソコン使った授業の時に調べて誰が一番か言ってやみたいな。でも気使って1回目はなんかほんまに答えなさそうやけど。誰を選べば正解なのか。ワカポンさんとかやったら納得よ。確かに国語の先生っぽい回答ではある。他誰やったらいいやろな。まあ誰でも嫌やわ。なんかペンギンが選んでる時点で嫌やわ。選ばれる側じゃない。いつからそんな選べる権利があると思って。さよなら。ほんまに髪の毛伸びた。気が向いたら TikTok 撮るわ。さよなら。まだ顎にかけた香水が残ってる。